はい。本日は水魚の交わりの読み下しの練習をします。読み下しというのは帰り点の順番に読んでいくことです。この読み下しがスラスラできるようになると話の内容も自然と頭に入ってきます。 ところどころ、例えばジム、春欠などがわからないなと思ったら、客中の下のところを確認しながら、また読み続けていくと勉強になります。では、まず最初の168ページ、169ページをやっていきます。 水魚の交わり、牢屋の諸葛亮、上陽の流中に偶居し、ここににという字と熟語マーク、この棒線ですね、がついていますので、偶拒は2文字1つというふうに思って読んでください。 もう一回行きます。牢屋の諸葛亮、常用の流中に偶居し、常に自ら、冠中、楽器に必須。冠中と楽器はでえ、古代の有能な 最小、総理大臣。そして、楽器は、楽器将軍と言います。楽器と読まないようにしてください。楽器です。もう一回読みます。牢屋の諸葛亮。常陽の流中に偶虚し。常に、自ら、漢中、楽器に必須。美。 この美とは劉備のことですね。美、死をしばきに問う。えー、アニメを見てくれた人は、えー、年を取ったおじいちゃんのしばきのイメージがあると思います。賢人たちに誰かいい人はいませんか死というのは有能な人、立派な人という意味があります。 誰か有能な人材をばきさん知っていませんかというふうに尋ねます。木曰く木というのはば木と出てきていますから、この人ですね。このば木の木です。同じ人物です。木曰く事務を知るものは春潔にあり。事務というのは その時代その時代になすべき急務、世の中のためになる仕事、どういうことが今やらなければいけないことかという時代の流れを知っている人という意味です。春節も難しい読みですが、えー、素晴らしい人たち、素晴らしい人材、有能な人々という意味があります。 その時代その時代にやるべきことを知っている人は当然ですが有能な人物の中にいますよ。この間、この間というのは、間と読みます。このあたり、この近くっていう意味になります。この間、おのずから複量法数ありで。副量と法数は何度も出てきましたから、 脚中の下のところを見ながら内容は確認してください。ね、伏せっている竜、飛んでない竜って意味です。鳳凰のひな。ね、スというのはひな人形のひなですね。ひな鳥のひなです。まだ大きな鳥になって羽ばたいていない小鳥の状態のひな。鳳凰のひな。もう一回読みます。 木いわく事務を知る者は春欠にありこの間おのずから複量法数あり諸葛孔明法資源なりとハウ資源と書いてありますが発音するときは現代仮名遣いで書きなさいって言われたときは法資源です。 法王資源別の人にも尋ねます。序書。これ君たち苦手ですね。序書。人の名前です。序書もまた美にいいていわく。先ほどは柴木という人に誰かいい人知りませんかと聞きました。今度は序書という人にも聞いてみました。序書もまた 美に言いて曰く諸葛孔明は我良なりと、ね、この我というのは寝そべっている肘をついて体を横にしているという字です我良、ね、なりとということで、えー、助書という人も同じように答えます助書もまた美にいいて曰く 諸葛孔明は画寮なりと。美、見たびゆきて、すなわち、うに合うをえ、策を問う。もう一回いきます。美、見たびゆきて、すなわち、うに合うをえ、策を問う。ょう曰く、そう。 この僧は曹操の僧ですね。義の国。義の国を治めている曹操のことです。僧は、あ、そ100万の州を養子、養子というのは抱え込む、従えさせている、軍勢を実際に持っているっていう、そういう意味になります。 総100万の衆を要し天使を差しはさみてここね飛ばさないようにね差しはさみて諸公にです天使というのは皇帝陛下のことです、えー、皇帝陛下をお祭りしてお守りしながら 各地の有力者諸公に号令をかけることができる立場にいる。もう一回読みます。両曰く。そう、百万の衆を要し天使を差し挟みて諸公に礼すこれ誠に、共に法を争うべからず。 可能のかという字はべと読みますので、これも今回よく出てくる表現ですから、要注意です。べからずは書き下し文の時は全部ひらがなです。まことに、ともに、方を争うべからず。尊敬。さあ、またここに熟語マークが出てきています。ここに熟語マークがつます。 続いてます2の横に棒線縦棒入ってますからここは2文字で2番目に読む尊権皇等を許有し国県にして民懐く共に助けとなすべきも さっきも言いましたが、可能のかという字はべと読みます。共に助けとなすべきも、はかるべからず。また出てきました、べ。ね、何回も可能のかという字はべと読んでいますから、ここは注意しなければいけない文字だなっていうふうに意識してください。慶州は、部を用いるの国なり。 持ち入るのいという字は見慣れない字ですが、和、い、う、え、お。ね。和行のいです。持ち入る、武を持ち入るの国なり。駅州は、賢則にして、欲や千里。天舗のどなり。 もう一回いきます慶州は部を用いるの国なり駅州は県則にして翌や千里天舗のどなりさあここからが難しいですこれ3行全部で一文になっていますすぐ近くの2と1がペアすぐ近くの2と1がペア すぐ近くの2と1がペア、えー、すぐ近くの2と1がペアすぐ近くの2と1がペアここは3と、えー、2と1というふうになってますからちょっとちょっと飛んできますがこのようにすぐ近くの212121っていうふうに近い順にペアで 戻って読んでいきます。では読んでいきます。もし、えー、敬を固有し、熟語マークついてます。もし、経意を固有し、その元祖を保ち、天下、変あらば、慶州の軍、円楽に向かい、 疫衆の衆、神仙にいずれば、誰か、丹子、故障して、持って、将軍を迎えざらんやと。と読みます。もう一回読みます。もし、経疫を固有し、その元祖を保ち、 天下、変あらば。慶州の軍、円楽に向かい。駅州の州、新鮮にいずれば。誰か、端子、故障して、持って将軍を迎えざらん、やと。美曰く、よしと。 量と、上皇、日に、密なり。量と、上皇、日に、密なり。上皇というのは仲が良くなることですね。諸葛良、孔明と劉備は、どんどん仲良くなっていく。日に密なり。日が経つにつれて、どんどん親密になっていくという意味です。いわく、 これは誰が言ってるかというと、劉備が話しているセリフです。いわく、この孔明あるは、次、最読文字です。まずは右側をちゃんと読みます。なお、うおの、水、変え,え、レテント1がついていますから、水、あるが、 って言ってから、再読文字の左側、ごときなりと、というふうに読んでいきます。もう一回読みます。いわく、この孔明あるは、なお、右おの水あるが、ごときなりと、というふうに読みます。 ではもう一回通して一回読んでいきます。水魚の交わり。牢屋の諸葛亮。常葉の流中に偶居し。常に自ら漢中楽器に必須。美、死をしばきに問う。木、曰く。 事務を知る者は春潔にあり、この間、おのずから副量法数あり、諸葛孔明法資源なりと、助書もまた美にいいて曰く、諸葛孔明は画量なりと、美、三度行きてすなわち、寮に合うを得、策を問う。 両く、そう。百万の衆を要し、天使を差し挟みて諸公にです。これ誠に、共に方を争うべからず。孫権。法統を許有し、国、県にして民なつく。 共に助けとなすべきも、はか、うん、るべからず。慶州は武を用いるの国なり、駅州は賢則にして欲や千里、天賦のどなり。もし、慶益を固有し、その元祖を保ち、天下、変あらば、慶州の軍、 円楽に向かい、駅州の州、神仙にいずれば、誰か端子故障して、もって将軍を迎えざらんやと。美曰く、よしと。領と上皇、日に密なり。曰く、この孔明あるは、なお、右往の。 水あるがごときなりとはい以上です繰り返し聞いたり自分で声を出して読んでみたりして何回も読む練習をすると自然に内容も頭に入ってきますところどころわからない単語は脚注を見て内容を確認していくといいですではテスト勉強頑張ってください